ランドレット、またはランドレートは自動車のボディタイプの一つである。メルセデスベンツ 300D、ランドレットランドレットとは、フロントシート部は屋根付きで、リアシート部分だけがオープントップになっている乗用車のボディスタイルで、他のボディタイプ同様、馬車の時代から存在していた形が、そのまま自動車のボディタイプに移行したものである。自動車メーカー製、コーチビルダー製のほか。 市販車からの改造によるものがある。ランドーレットは、政府用人や著名人らが、パレード時などに運転し付きで乗る特殊な用途の車両として位置づけられていた時期もあり、一般向け乗用車としての販売は稀である。パレード用としては、ローマ教皇らが以前メルセデス・ベンツペースのランドーレットを使用していた。かつて存在した、BMW3 シリーズのバウア TC は、 リア部分だけを開閉して、ランドーレットスタイルを楽しむことができた。このバウアャは2002年のジュネーブモーターショーで、ランドーレットスタイルのバウアジーカブリオ XL を発表している。2007年11月の中東国際オートショーにて、マイバッハが62ロンダレットを発表、2009年からラインナップに加えている。ありがとうございます。